トヨタモビリティ富山 G スクエア五福前停留場停留場は、富山県富山市五福末広町にある、富山地方鉄道富山軌道線呉れ線の停留場である。駅番号は C21、富山県道44号富山高岡線上の平洋軌道に設置されている。神通川の西岸に位置し、電車は富山大橋で神通川を渡り安野屋方面へ向かう。 本校では1980年4月1日に廃線となった同社伊水線の新富山駅についても合わせて記述する。当停留場は富山大橋の西岸側に設置されたことから開業当初は富山大橋に沈め停留場とされた。その後、1926年に越中電気軌道が当地まで延伸して連帯橋駅を開業し、市電と接続した。 連帯京駅が1934年に新富山駅に改称されると富山大橋に沈めて流場も新富山駅前停留場に改められた新富山駅前停留場と伊水線新富山駅を結ぶ連絡線も建設され直通運転も実施された市内線と伊水線との連絡線は川の土手下に付設された伊水線との高低差の関係で急勾配となっていた 1980年に、伊水線が廃線となり、新都山駅が廃止されると、停留場は、駅前を廃した新都山停留場に改称された。未成となった、早越線は新都山駅を起点とする計画であり、子会社の加越能鉄道が建設する予定だった、加越能高速鉄道も新都山駅を通る計画だった。2006年11月より、 富山県道44号富山高岡線の神通川に架かる仙台の富山大橋の老朽化による掛け替えで4車線化、軌道の複線化が進められていたが、2012年3月24日に新しい富山大橋が開通した。それに伴い停留場を上や付けの相対式2面2線とし、約120メートル大学前よりの五福、交差点東沈めへ移設し、 共用を開始した。2015年2月2日、富山地方鉄道と富山市は、同年3月14日より停留場名を、新富山停留場から、富山とヨペット本社前停留場に解消すると発表した。この解消により、駅名の読み仮名数が24文字となり、日本一長い駅名となっていたが、2020年3月20日に、 京福電機鉄道北野線の東寺院駅が、東寺院、立命館大学絹笠キャンパス前駅に改称されたことで同駅の読み仮名数が26文字となり、日本一ではなくなった。その後、富山とヨペットの企業統合による、社名変更及び本社移転により、東庭流場が、最寄りではなくなったことから、東庭流場は2021年1月1日に、トヨタモビリティと山 G スクエア、 五服前停留場に再度解消を行った。解消後の停留場名は読み仮名数が32文字となり、約8ヶ月ぶりに日本一長い駅名に返り咲いた。表記数も26文字となり、前述の当時院、立命館大学絹笠キャンパス前駅や舞浜、リゾートラインディズニーリゾートラインの東京ディズニーランドステーション駅、リゾートゲートウェイステーション駅などを抜いて、 日本一となった、二面二線の相対式ホームを有する地上駅。駅舎には上屋が設置されている。移設前は相対式ホーム二面一線の地上駅で2本のホームが一本の線路を挟み込む構造で、上屋は設置されていなかった。また停留場の大学前より100メートル先には、日踊島信号所があったが、複線化されたため廃止された。 市内線ホームの北側にあった。鉄筋コンクリート2階建ての駅舎を有し、駅舎から階段を降りたところに、東端式ホーム1面2線、また駅舎西側に設けられた市内線との連絡線に、プレハブ待合室付きの片面ホームを1面1線、有していた。かつては貨物用の側線も1線有していたが、1966年4月の貨物営業廃止後に、 撤去されている。イ水専用の施設は、同線の廃線後の1986年8月から9月にかけて撤去された。1997年時点では、駅舎跡地は駐車場になっていた。2006年時点では、駅舎跡地は引き続き地元企業の駐車場で、一段低い位置にあったホーム跡地は、道路や住宅用に埋め立てられた。2010年時点では、 高層住宅と、富山大橋工事の資材置き場になっていた、新富山駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。